Buongiorno. Oggi sono in centro storico di Pisa. Vi faccio vedere cacciucco molto buono.皆さん、こんにちは。私は今日、あのシャトーで有名なピサの町に来ていますが、実は私がちょっとピサで時間があると必ず寄るのが、ここのピサの旧市街。ちょっとシャトーのある広場からは10分ほど歩きました。あ、ピアッツァ・デッド・デ・オロロージョというところがあります。ここは午前中はこうやって市場が立ちます。とても素敵なイタリアらしい八百屋さんが並ぶ。ここにこのトラットリアがラ・メロリアというところがあります。ですからここ、実は普通にですね、こういったパスタとか美味しいところがあるんですけれども、実は私が好きなのがこのカッチュッコと呼ばれる魚介類なんです。チャオこのグラーチェこのおばさんたちがいつも作ってくれているこの美味しいカッチュッコと呼ばれる、これが私の大好きな、要は魚介類のごった煮と言ってもいいでしょう。トマトソースとガーリックソースがかかっていまして、いろいろな貝殻ですとか、これカンノーリと呼ばれる、これも貝なんですね。そしてお魚類、この下にガーリックトーストが入っていて、そしてトマトのソースがいっぱいかかっているんです。早速これをちょっと私もすごく久しぶりなんですけれども食べてみます。まずはこの染み込んだこのパンのところを食べます。いただきます。この濃厚なトマトガーリックソースがすごく効いています。そしてこういったムール貝、これもですね、中もたっぷりプリプリとした貝が入っています。とても美味しい、このカッチュッコ。ぜひピサのシャトーに来たらここまで足を伸ばしてみてくださいね。それでは